エメンのドルートセ通りにあるデスティップエネルギーと共存するトイズムとは1990年オランダのエメンで始まった現代美術の活動でトイズムという言葉は遊び心いっぱいの作品とその背景にある哲学を象徴している設備時のイズムとは芸術や宗教的な主義主張に基づいた活動や度をさすがトイズムにおける遊び心が斬新で 批判的で繊細な視点を持って現実社会を表現するための重要な事柄なのである。コンピュータグモの脱出で補作1990年芸術運動としてのトイーズムはすべてが許されるという時代であった1970年代から1990年代に存在した個人主義のポストモダニズムに反動している。 トイズムという名前は、1990年にトイーストであるデホがコンピュータグモの脱出と題したグラフィックアート作品を作成したことに起源する。このデホの作品とそれと似た作品が、1990年代初頭のトイーズムのスタイルの起源となった。しかし、それらを目録にするまでに、さらに2年間かかった。1992年9月5日、 エメン出身のアーティスト兼ミュージシャンであるデホが、マザー、母という名のマニフェストを作成し、トイーズムを世の中に紹介した。トイーズムの活動は、1992年から2000年と、2002年から現在までの2つの時期に分けられる。マニフェスト作成から2ヶ月後、エメン出身のアーティスト2人が活動に加わった。この頃の作品は、超現実主義的な作風になるよう、 コンピューター、スペースシャトル、熊のぬいぐるみといった決められたアイコンを彼らの絵画の中に再現しようとしたものがほとんどであった。これらのアイコンは活動に参加したアーティストを表していた。1993年2月24日、最初の展覧会がフェーエンパークで行われ、その1年後に基礎となる作品がニューヨーク市で公開された。この作品は、 ニンテンドーのゲームキャラクター、スーパーマリオからインスピレーションを得ており、それぞれの部位を単一色で塗りつぶし、極度に単純化した構成要素をフィギュラティブな手法で描いたものであった。彼らアーティスト3人が解散した後、創始者であるデホは、トイズムをさらに国際的で開かれたものにするために、世界を旅する決心をした。世界旅行から戻ると、デホは、 他のアーティストたちが活動に参加できるよう、マニフェストを書き直した。2002年以降、トイズムのグループは、世界各国からのアーティストの参加により、急激に大きくなっていった。現在までに、トイストたちは、絵画から彫刻、建築に至る777作品を創作している。2015年、彼らはそれまで拠点としていたイメンの、スタジオ兼美術館から、 不老人間史に活動拠点を移し、現在は不老人間博物館の隣のビラヘーマン図鑑の中に画廊を所有している。トイズムではアーティストたちは個人で活動するのではなく集合体として活動することを哲学とする。よってアーティストの間にはライバル意識はなく特定のアーティストが他のアーティストよりも重要、または有名であるということはない。 トイズムにおいては作品自体がそれを創作したアーティスト自身よりも重要なのである。トイストたちは個人で作品を創作することもあるがグループで活動する場合が多く、そのため創作された作品はグループの中の誰か一個人のみの作品とはみなされない。マザーという非公開のマニフェストには構成要素の絵の具の配合が含まれており、それは主に絵画、 後に彫刻、シルクスクリーン、アクセサリーやガラス工芸の中で表現されている。マニフェストは活動に参加するアーティストにのみ公開されることになっている。トイーズムにおいて創作された作品はマザーと一人、またはそれ以上の親たちの子供として捉えられる。男性、女性にかかわらず、一人のアーティストが親となることもあれば、複数のアーティストが マザーに着く一人の親となることもある。これは、親となるアーティストが芸名を使い、本当の正体を観客に明かさないことで成り立っている。親となるアーティストは、マザーの特性に、自分たちのアイデアや特色を混ぜ合わせていく。それにより、子供たちは強く結びつき、結果的に出来上がった、作品すべてが、マザーから派生したものとなる。活動に参加する、トイストは、 アルファベットの1文字を頭文字とした芸名を選択する。芸名の頭文字となる1文字は活動に参加している他のどのトイーストにも使われていないものでなければならない。そのため26人以上のトイーストがグループを形成することはない。各トイーストはそれぞれのアーティストを表すアイコンを覆面化したパペットを選ぶ。実際アーティストは世間に顔を公表していないが、 この覆面がアーティストの公共の場における顔となる。トイーストたちはマスクをすることで正体を隠し、自分の本当の顔を公共の場にさらすことはない。一家がかつて活動に参加した、または現在活動しているトイーストたちの芸名である。このゲームは二人のアーティストが対戦しながら、一つの作品を作り上げていくというゲームで2004年に考案された。 三目並べ、四目並べ、チェスといった既存のゲームをもとに、ゲームの参加アーティストが、二つの別々の主題を持った、いくつかの断片的な作品を創作していく。普通、完成作品は、独立したいくつかの作品を組み合わせたものであり、異なった並べ方にすることで、異なったゲーム状態を描くことができる。オランダ、エメンにあるザドット2009年7月14日。 トイストたちは、オランダのエメンにある高さ22メートル、表面積1250平方メートルのガスコンテナを、ペイントするという大規模なプロジェクトに挑む。9ヶ月かけて、彼らはこのガスコンテナを、エネルギーと共存するというストーリー性を持った、英語、ザドットという名のカラフルなアート作品に変身させた。トイストたちは、フォード社のフォード化を、エメンの街を動き回る、走る、 アート作品に変身させた。最終的には、この作品は、購買期間中に一個人によって買い取られた。エメン動物園が75周年を迎えた2010年、エメンデゾのパレードが行われた。これを機にトイーストたちは、プロジェクトエネルギーと共存するの延長として、太陽光発電を利用したエネルギー像イーファントを設計した。イーファントは、昼間は耳に設置された、 太陽光発電で電池を充電し、夜になると充電された電池を使って、各耳に備え付けられた20個の LED ライトを点灯するというものであった。オランダのエメンにあるホテル点形と2012年、トイストたちはエメンのホテル点形とを巨大なアート作品に仕上げるプロジェクトに取り掛かった。その年の5月16日、ホテルは外観に描かれた。 朝食を夢見てと題した巨大な絵と共に正式に生まれ変わった。外観だけでなく、彼らは客室の壁や天井にも絵を描き、サバンナから夢見るライオン、シネママイナスピアノを弾くチャーリー、バルマスクかくれんぼ、海底の世界海の秘密など、客室ごとに異なるテーマの絵を描いた。外観を発表した同時期に客室、その後、同年10月には6客室、 また翌年にはもっと多くの客室が彼らの絵で飾られ、壁や天井の絵に合うようにカーテンや床も新しくなった。アイスランドのケプラピークにあるプスプレタの伝説とイーストたちは、アイスランドのケプラピークに放置されていた給水塔を見事にアート作品に変身させた。それはプスプレタと名付けた角目鳥の伝説を描いた色とりどりの作品となった。 2013年の夏、11人のトイーストたちは悪天候に耐えながらわずか6週間でこれを完成させた。このプロジェクトによって彼らはアーティスト集団として初めて海外への一歩を踏み出した。トイーストたちはフロー人間にあるトイズムスタジオの代表者となっている。ありがとうございます。